皆さん、こんにちは。アルファアドバイザーズの黒岩と申します。本日はその部活を、ガクチカにするということで、どういうふうにそのガクチカを作っていけばいいのかということを、お話ししていきたいと思います。で、アルファアドバイザーズでは、就職活動や留学、そして転職の、支援をしていて、皆さんの、キャリアを一括してサポートさせていただいております。そして私はもともと体育会系出身、早稲田の野球部出身だったということもあって、体育会系の学生の方をいろいろサポートしていきたいというふうに思って、こういう動画を撮っておりますということで、体育会系の学生の方あるあるというか、そのガクチカに関しては、皆さん、その就活で必ず聞かれることではあるんですが、特にその体育会系の学生の皆さんは、部活動が主にそのガクチカになってくると思います。で、それを、そのガクチカなんですけど、その部活動やってる人って、日本に多分何百人何千人っている中で、どういうふうにその魅力的なガクチカを作っていくのか、そして、面接官の方にこう取ってほしいなと思われるような、ガクチカを作っていくのかということを、お話ししていきたいと思います。はい。で、前提として、そのガクチカとはということで、そのガクチカで何を見られるのかということなんですけど、よくあるのが、その学生の方は、What、何をやってきたのかっていうのを重視しがちです。で、あるあるなのが、キャプテンを務めましたとか、副キャプテンをしましたとか、部長になりましたとか言って、こう、やってもないことを、書いてしまう、その冠を意識してしまうみたいなところがありますと。ただ、ここに What、で強調したいのは、What で差はつかないということです。で、部活動をやっているっていうことでも、こう部活動をやってる学生の方っていうのは、日本に何千人っていると思いますし、その中でキャプテンをやっている、部長をやっている、副部長をやっているとか、やってる方っていうのは、それこそ何人もいると思います。で、なんとかリーダーとか、冠をつけて、こうやってもないことを言って、自分すごいでしょみたいなアピールを、しがちですし、私もやってたんですけど、それは実は、あまり大したことではないと。なので、冠は関係ないということですね。で、ワットで差はつかないということです。で、大事なのは、なぜそれをやってきたのかということです。で、例えば、野球をやってきたとか、サッカーをやってきたとか、サッカーで、部長、キャプテンを務めましたとか、いろいろあると思うんですけど、なんでそんなにそのポジションを務めて、なんでそのチームのために頑張ってきたのとか、なんでこの厳しい練習を耐え抜いてきたのか、そういったところをアピールしていきましょう。で、なぜ部活を頑張ったのかをアピールしようということで、ここを押していきましょう。なんでもいいんですよ、これは。さっきも言ったように、バットはなんでもいいです。いわゆるキャプテンとかやってなくても、単純にこう部活はやってきましたと。それだけでも大丈夫ですと。ただ、なんでその部活を頑張ってきたんですか？で、レギュラーになった人、なれなかった人いると思います。で、試合に、出れなかった、出れた人もいれば、出れなかった人もいると思います。で、例えば、なんでこの試合に出れないのにもかかわらず、部活動を4年間頑張ってきたのか。で、そういうことをアピールしていきましょう。そこを一番知りたいですし、そこで、面接官を落とすと。いうことになります。で、この What、Why か、Why に関しては一貫性がなければいけません。一貫性というと、いわゆる例えば部活を頑張ってきましたと。それは、例えばですけど、みんなで笑顔を見たいからですと。チームメイトの笑顔を見たいからですというふうになったときに、すべてのガクチカ、自己 PR とかは、すべてつながっていなければいけないので、例えば笑顔を見たいっていうことを主張し続けなければいけませんし、一貫性ということは、その自己 PR と志望理由も、ここは一貫性を担保しなければいけないということになっています。で、Y、ここは Y でつながっていかなければいけませんと、ロジックとしては、自己 PR、なぜ部活を頑張ったのか、なぜなら、例えば、私だったら多分勝ちたいからです。勝つことが好きだからです。で、志望理由に関しても、私は勝つことが好きだから、勝つこと、勝負ができる、仕事をしたいと思いました。で、例えば私だったら、その汗マネ、ヘッジファンド、投資っていうのものは、それにぴったりだと思います。理由は3つです。みたいな感じで、こう、ガクチカ、自己 PR と志望理由はつながっていなければいけません。これは、名前がその自己 PR と志望理由っていう感じで、ちょっと違うように見えるんですけど、実は同じものですね。ただ、過去を喋っているのか、過去なぜ頑張ってきたのかっていうことを喋るのか、未来、なぜこうしたいのかっていうことを喋るのかっていうことは、の違いだけです。で、Y っていうものをこうって、一貫性を持ちましょうですね。
はい、で、そもそも面接で勝つためにはということで、これは説得力かける、共感性というこの掛け算になります。で、説得力に関しては3つあって、論理性、一貫性、そして具体性と、この3つが非常に重要です。で、何をしてきたかっていうところが重要って話をしたんですけど、その論理性ですね、なんでそれを頑張ってきたんですか、それはなぜですかっていうことですよね。はい。で、プラスその一貫性。これはさっき説明した通りですね。説得力を持つためには、人は、一貫性のあるものに説得力を感じて、魅力的なものだと感じるので、一貫性を担保しましょう。よくあるパターンは、その面接でこの全然違うことをバラバラなことを喋ってしまっていると。さっきは人を笑顔にしたいって言ったくせに、今度は、勝負にことが好きとか言ってるみたいな感じで、こう一貫性がないと、どっちだよってなっちゃうんですよね。その突っ込まれるということがありますね。だから突っ込ませないということが大事なので、そのためにその論理性、一貫性を担保しましょう。で、具体性ですね。ここは結構欠けてることが多くて、ある場では約数乗、使って、何人ぐらいの部員で、どれぐらいの期間、こう、頑張ってきたのかみたいなことを、数乗を使って説明するということで、具体性を持たせます。で、共感性に関しては、もう重要で、例えば、お金を稼ぎたいという、説得、モチベーションがあったとしますと。で、お金を稼ぎたい。なぜなら自分が貧乏だったからですっていう、ここはすごく説得力があるんですけど、じゃあ、それを例えば商社に持っていったときに、共感してくれるかって言ったら、そんなことないんですよね。その商社はだってお金を稼ぐことがそのビジネスの目的、ビジネスの目的ではあるんですけど、お金を稼ぎたいっていうことではなくて、そこは、お金を稼ぎたいんだったら商社ない、商社ではないというふうに、多分みんな思うわけです。だから、自分たちと似ているなというふうに、思わせなければいけません。で、だからこそその OB 訪問とか OG 訪問をたくさんやって、どういう人たちがいるのかとか、見た目はどんな感じなのか、雰囲気はどんな感じなのか、どういうモチベーションの人たちをこの会社、この業界は求めているんだろうということを探っていってほしいなと思いますし、共感性がなければ、どんなに説得力があっても、この面接で受かることはないと。いうふうに思ってもらって結構だと思います。なので、しっかり説得力を持つってことは大事なんですけど、果たしてその志望理由で、ガクチカで、共感してくれるのかっていうことです。はい。なので、ガクチカを作るときも、ここを意識していきましょう。単純にその頑張ったことっていうものを羅列するんじゃなくて、ここ戦略的に、面接官を説得できるだろうかとか、面接官の共感を得られるだろうかとか、そういったことを考えながら、面接をにの準備を、ガクチカの準備をしていきましょう。で、なぜ部活をやったのかっていうところの説得力を持たせるために、モチベーションをしっかりと深掘りしていくということと、あとは、そのガクチカで、共感してくれるかどうか、モチベーションで共感させられるかどうかっていうところを、しっかり作っていきましょう。だから、何度も言うように、その部活を、やってきたっていうこととか、どういうポジションで何をやってきたとか、レギュラーで試合に出たとかは、ほぼほぼ関係ないと思ってもらって結構です。で、レギュラーで出たはいいんだが、練習を頑張ってきたはずだと思うんですね。そこを、なぜ練習を頑張ってこれたかっていうところを、なぜで落としに行きましょうということです。はい。で、これは繰り返しになりますけど、なぜ部活を頑張ったのかということですね。で、部活って、私もやってたからわかるんですけど、ものすごく大変だと思うんですよね。相当な強い、モチベーションがなければ、部活って多分4年間続けられないと思います。具体的にはその上下関係厳しかったり、練習も厳しかったり、厳しい練習休みなしであったりとか、夏のキャンプとかめちゃくちゃ厳しかったとか、厳しかった思い出がありますね、私も。はい。で、あと、強烈、プレッシャーが強烈ですと。それ上下関係とかもそうですし、競争なので、エラーしたら、例えば野球だったらエラーしたら、もう試合に出れないとか、ありますし、多分ストライクが入らないとかだったらもう話にもならないと。二度とチャンスは回ってこないみたいなこともありますと。なので、こういうプレッシャーに耐えて、激しい競争をして、厳しい練習を休みなく耐えてきたのか、なぜかっていうところを、考えていきましょう。なので、やるべきこととしては、自己分析をしっかりやった後に、自分が感じているモチベーションというものを、考えて、で、部活を続けてこれた、根源的なモチベーションをまず考えましょう。自己分析ということですね。はい。で、何度も言うように、そのモチベーションで共感性を出すと、共感させるということが非常に重要です。で、なぜ頑張ってきたのか、なぜ、頑張ってきたのかっていうのを全面的にガクチカでも押し出していきましょう。はい。
これが今日の結論になります。短い動画ですけど、こういうことになります。で、もう一つはそのアドバイスさせていただくと、ここは、アルファの結構、得意分野というか、本質的な、アドバイスの価値になってくるんですけど、やっぱりなぜ、モチベ、なぜ頑張ってこれたのかっていう、こう、なぜを突き詰めるっていうことと、そのモチベーションをこう突き詰めるっていうことが非常に大事なんですけど、これは一人でできることではないんですよね。そのまた動画出したいと思いますけど、一人ではできないと。なので、アドバイザーとしっかり壁打ちして、こう話しながら自己分析をしていくっていうのが非常に重要です。で、そこを深掘りさせるための、優秀なアドバイザーズの方、たくさんいますし、私もお手伝いしますし、なので、一人で就活とか自己 PR、自己分析、学士化を作らないっていうことですね。一人でやったら、勝てるものも勝てなくなってしまいますし、何より時間がもったいないということがあります。なので、就活で、勝ちたいのであれば、アドバイザーを頼りましょう。アルファは非常に安くやってますし、誰でもというか、モチベーションというか、気持ちがある人は、誰でもウェルカムなので、しっかり、就活で勝ちたいと、失敗したくないという方は、ぜひアルファを頼っていただければと思います。はい。で、ここからお知らせになります。で、体育会系の、コミュニティを、開設しております。なので、体育会系就活留学コミュニティで Facebook 検索していただければ、Facebook ページ出てきますので、こちら、動画いただければと思いますし、もしくは私の Facebook をフォローして、連絡していただければ、対応いたしますので、ぜひ、お気軽にこうメッセージを送っていただければと思います。で、本当にアルファというか、体育会系の方にも、勝たせたいと思ってるんですね。私も実際体育会系で部活頑張ってきた人の気持ち分かりますし、どれぐらい厳しい練習してきたのかっていうのも分かっていますので、ぜひ、気軽に、コミュニティ入ってノウハウを取っていただければと思いますし、いろいろ Facebook でフォローして、メッセージを送っていただければ、対応いたしますので、ぜひご相談ください。はい。では、本日の動画は以上になります。今日も見ていただいてありがとうございました。また、無料相談、もしくは個別指導でお会いできることを楽しみにしております。はい。では、こちらで今日は失礼いたします。ありがとうございました。